おっす、おら、のび太郎。本日は、熊本県の名産品について、紹介します。やあ、みんな。僕、ドラザエモンです。熊本県といえば、地理的には、阿蘇山が有名だね。食べ物は、からしレンコンかな？からしレンコンは、レンコンをからしにつけたものだね。レンコンは、高級食材と言えるね。からしとよく合い、絶妙な味だね。どら焼きの甘い味も良いけど、ピリッと辛いものも良いね。戦国時代からの、伝統だね。次は、団子汁だよ。お汁に団子が入っている。これも、うまいよ。団子汁は、感触としても、良さそうだね。最後に紹介するのは、天草寿司だよ。江戸前寿司と、ちょっと見かけも違う感じだね。天草寿司も、絶品だよ。熊本県に行くことがあったら、ぜひ食べてみると良いね。